えー、こんにちは、速化塾の久保です私のね唯一ホールドしている暗号通貨これはね体の枝なんですけども今体の枝の価格32円とかねあの辺になっちゃいましたね一気に40円終わったところから30円終わるんじゃないかなってところに来てるのが、まあ、12月23日の本日の現状なんですけどもいやね一昨年ですか夏あたりに最高値400円前後370円8円ぐらいつけた時がありましたね あの時にはねかなりの、まあ、利益だったなぁと含む切りだったなぁと思っている方たくさんいると思いますけどもあの時と比べても10分の1以下になっちゃったんですよあの時と比べたらですよでも体の間ってずいぶん長い間2円とか3円とか5円とか10円とかねあの辺うろうろしたわけですよ、ね、2年前後ぐらいいやその時に考えたのはねこの価格の低水準の時に買いましてやろうかなっていう考えなんですよ いやでもね、私の場合、プレセールで買ってますから、1円だろうと2円だろうと高いんですよ。で、今、30円前後になってても、まだ高いんですよ。私の場合は、追加で購入する意思ってのは、2円でも3円でも5円でも湧きませんでしたから、今でも湧かないですね。まあ、けどね、200円時代とか300円時代を見た方にとっては、今仕込み時なんじゃないかなっていうふうに考えることもあると思います。それはね、やっぱり正解だと思います。 もうね0.2円とかで販売されることっていうのは当然ないと思いますんでねプレセール価格に戻ることはないと思うと今市場で体の枝をご覧になってる方っていうのはやっぱ割安だなって感じると思うんですよで多くの方が今体の枝に可能性をもしかしたらね見いだせずにもうチャートを見るのも嫌だみたいになっちゃてるかもしれませんねでもチャートを見るのも嫌だってなった心理状態がお最近体のいいじゃん お上がってきたじゃんっていうふうに、もし思う時期が来るとしたら、なんでそういうふうに価格が上がったのかってことを、やっぱね、もう一回考えてみてほしいんですよ。それは、人が見向きもしなくなった時に、買う人がいるからなんですよ。カルダネイダーって、まあ、不思議なもんでね、買えば上がるんですよ。売れば下がるんですよ。全然不思議じゃないですね。当たり前ですよね。だから、人が見放して無関心になった時に、こっそり仕込んで、そして、 目立つようになった時って誰かがもうね含み益を大きく取ってるんですよねでそれを見てお値段が上がってきたじゃあ買おうかな大丈夫だろうなと思って買う人っていうのはこれはね多少でも高値掴みしててるっていうことなんですよだから誰もが見向きもしなくなったなとかねこれ今体のにニュースなんて起きてないよねっていうふうな時に買えるかどうかなんですよだって安く買わないといけないわけでしょ 安いと思ってああ値段が落ちたなと思ってるのに買わないってどういうことですかってことなんですよじゃあ値段が上がったら売る時なんですよなのになんであ値段が上がってきたなと買おうかなって思っちゃうんですかこれ負ける人の心理ですよねまあ FX をやってねこの6年7年ずっとこのおロジックに頭を悩ましていたそして攻略してきた私としたら今思えば、はあ、カルドネーダー今結構割安なんだなと いう感覚わかりますただし繰り返し言いますけども私は買いませんだって私は0.2円で買ってるわけですからね0.5だって割高なんですよそう考えたら私は評価として、まあ、今体の枝をプレセールあともうね上場した後のことを考えたら、まあ、割安と言えなくもないんだけどもでも上場した後も2円3円時代あったかなっていうふうに体の枝が生まれる前からずっと見てきた私としては。 別に今が安いいとは思えないんですよだからこれはね相対評価なんですよね。体の枝を見た瞬間に50円でした100円でしたっていうところからスタートしてる人は安いと感じるんでそういう人は購入しようかなって意欲が私よりは高いはずですよ。ですんで私が評価する体の枝の高い安いの感覚とうん上場後のね高い安いの感覚の人とここ3年ぐらいで興味を持った人の安い高いの感覚がみんな違うんで。 解説が難しいんですよねその難しい中でもなんでそういう風に評価が分かれるのかってことを今回はお話ししましたそれでは割安と思えば安いうちに買ってくださいまだ割高だなと思ったら売る方がいいでしょうそう売るんですよプレセールで買った方今売ったって大きく利益出るでしょまあその行動をいかにするかそれが最終的に自己責任自己判断っていう世界なんでしょうねそれでは本日はカードライダーのお話をさせてもらいましたお疲れ様です